はい、こんにちは、ばあ先生です。さて、発表会までにかっこよく曲を仕上げようっていうシリーズですね。今回はAdo さんの「阿修羅ちゃん」っていう曲を取り上げさせていただきます。とにかくね、テンポが速いし、展開もちょっと多いので、初心者の方とかちっちゃいお子さんなんかは難しいかなって思うんですけども、なるべくね、原曲のかっこいい決めとかは残しつつ、リズムパターンのところはすごくシンプルにアレンジしてます。16分音符の裏拍から入る音符が出てきたりすると、ちょっとややこしいというか、手順とかも難しいんですけども、リズムパターンではそういうの使ってなくって、ただ決めのところでどうしても原曲のかっこいい決め残したいところで、その16分音符の裏拍から入るっていう音符は使わないといけないところがあるんで、そこだけはもうの音符で覚えれる人は音符で覚えてもらったらいいんですけども、フレーズで覚えてしまったらいいかなと思います。もう早いんで、手順とかあんまり関係なしに、そのリズム通り叩けたら、もうどっちの手で叩いてもらってもいいんで、あまり気にせずに頑張ってやってみてください。はい、ではアシュラちゃんの基本のリズムパターンはこちらですね。8ビートの派生の裏打ちになっています。でね、これ私は足これから叩く動画では、ドン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 って叩いてるんですけども、なんですけども、スクール通ってくれてるちっちゃいお子さんとかは、ドンそっちの方が叩きやすいっていう子の方が多かったので、ドンウンドンウンにしてもらっても全然大丈夫です。ただね、ドンウンドンウンで叩いてると、決めのところとかが、足が9分入るのに手は16分音符で叩くっていうところが結構たくさんあるんで、そこはもう足止めてもらうか、そこだけ足ドン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 にしてもらうか、どっちでもいいので、やりやすい方でやってみてください。で、決めの音符で使ってるのがこれですね。1拍の中に入るのがこう1枚なので、1小節だとこの中で4枚選んでこう使うっていう感じなんですけども、さっきも言ったように16分9分から始まる音符出てきてるんですけども、これもリズムパターンの中じゃなくって、決めのところで出てくるので、これはもうフレーズで暗記してもらったらいいと思います。それでは行ってみましょう。それがお手元のスカイに夢中、化け物の飼い方学んでる、選ばれるためなら舌を売る、裏切られた分だけ墓を掘る、偉いなを積むがどうにかして進む、言葉ばかりになる、覚えないかとバイバイできるなら走らなくてなれるわ、逃げるスケッチスケッチスケッチ畑のまま飛べる、あなた。
こんな感じですね。ちょっと簡単にアレンジしたって言っても結構早いんで難しいかなと思います。今の動画を見てもう叩けるよっていう人はさっきの動画を見て叩いてもらったらいいんですけども、今から私がさっきと前に譜面を置いて叩いてたんですけども、その手書きのちょっとやばい譜面をこう出しながら解説入れたいところを止めながら最後まで流していきます。止めます。早速ですけども1段目で決め2個出てきてますね。最初のタンタンタタウッタっていう決めと、一番最後の小節のタタタタタタンウッタっていう決めですね。ここをもうフレーズで暗記してしまってください。何回も出てきますんでね。はい、では行ってみましょう。ここも決めですね。はい、ちょっと止めます。ここのねメロなんですけども、スネアじゃなくてこうタムとかタム回しみたいなの入ってるんですけども、原曲はちょっと難しいので、ここはもうスネアなしの裏打ち、スネアなしの裏打ちっていう感じでやってます。これだけなんですけども、手がこうないと逆にやりにくいですよね。これで覚えてしまってるのに逆にやりにくいかもしれないんで、やりにくい人はリム叩くとか足叩くとか、そんな感じでやってみてください。足ちょっと痛いかもしれないんで優しく叩いてください。はい、では行ってみましょう。ここも決めですね。ちょっとストップします。ここですね、手順なんですけども、裏打ちの時ってどっちだっちどっちだっち、ここにクラッシュを入れようと思ったらクラッシュの時だけ手が右手がチッチッになるの分かりますかね。ずっとうち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 ってなってるのが、クラッシュ入れる時だけチッ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 、こうなりますね。ここだけ手すごくややこしいし早いんで余計難しいかなと思うんで、何回もこのクラッシュ入れる練習だけ頑張ってやってみてください。こんな感じですね。はい、これも何回も出てきますんでね。止めます。今のもシンコペーションで前の小節の一番最後ですねから次の小節の頭にはタイでつながっているんで、これ振ってるってよく言うんですけども、まあ、シンコペーションで入ってますね。でちょっとその前の小節なんですけども、うちたちうちたちうちたちシャッシャンっていうのが出てきてると思うんですけども、これ、裏打ちの時にやる上等手段というか、シャシャーンっていうの。これが、本当によく入るフィルインなので、これも何回もやって手順を覚えてしまってください。で、その後のさっきのシンコペーションのとこですね。これも一番最初の段ですね。この曲の一番最初の最後の小節も、こうやって前から入ってるんですけども、それと同じですね。
染めます。ここ譜面ではドンウンウンウンにしてますけども、私叩いてるのドンウンウッドウンにしてると思います。まあこのハーフの感じが出たら何でもいいので、足のパターンはドンウンウンウンでもドンウンウッドウンでも全然大丈夫です。はい、ちょっと止めます、ここですね、たーたうたうたーんたーん、ここがちょっと16分音符16分9分から始まってるんで、たーたーたうたーた5回叩くみたいな感じで覚えてしまえばいいかなと思います。はい、でその後も決めですね、たたんたたたんたんうんになりますね。でサビに戻ります。はい、めちゃくちゃ早かったですね。勢いよく行かなきゃダメですね。最後の決めは、これタタンタンタタンタンシャンウンシャーンにしてますけども、本当は原曲はこれですね、6、11、2、8でウンシャーンになってます。タタンタッタタンタンタンタシャーンシャーンになってるんですけども、それできる人はこんな感じで叩いてみてください。最後のタタウンのところはタタンタンタタンタンタンタシャーンと、タタンのところがタシャーンになる感じですね。はい、最後まで本当に気の抜けない展開というか、こうハーフタイムになった後にまたこう元のテンションに戻るところとか、ここ気抜いてるともう本当になんか知らん間に曲進んでいってしまうみたいな感じになっちゃうと思うので、自分がこう主導権持てるみたいな感じで自信持って叩いてもらったらいいかなと思います。もうわけわからなくなったら、チータッチどっちタッチどっちタッチ、裏打ちのパターンを刻んどけば必ず合いますんで、あんまり難しいフィルインとか入れようって思わずに頑張ってみてください。まあでもキメすごくね、この曲全部かっこいいんで、体で覚えてしまうまでこう何回も練習すれば勝手に手が動くようになりますんでね、何回も練習してみてください。でシンコペーションでね、入るところと入らないとこありましたね。うっしゃーんでワンツースダーンで入るところと、ワンツースリーフォーシャーンで入る、表拍から入るっていうところあったんですけども、一応原曲に合わせてはやってたんですけど、もし間違ったとしてもほとんど気づかれないと思います。この曲何回も聴いてる人じゃないと気づかないと思うんで、そこはもうあんまり気にせずに、間違っても気にせずに、それよりノリがこう失われる方が、失速する方がなんかこう格好良くない感じになってしまうので、ノリよくどっちタッチどっちタッチ、こう前に進んでいく感じ、突進感のある感じで進めるように頑張って練習してみてください。ちなみにね、動画の中で出してた音符カードをですね、上に番号がついてた音符のカードとか、
のリズムパターンの譜面なんかはもうすぐ発売予定のオリジナルのテキストから抜粋してます。のもし欲しいなって思われた方は概要欄にテキスト の詳しいリンク貼ってますので、そこぜひご覧ください。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。